はい、どうもレインチャンネルです。今日もサクサクやっていこうかなと思います。外がクソ寒いですね。もう多分動画投稿される時っておそらくもう結構12月も後半の方なのかなって思うんですけど、もう今撮影してるのが12月の頭の方なんですけど、もうクソ寒いですね。本当にもう年末年始皆さん風邪ひかないように気をつけてもらえればって思います。まあそんな感じでやっていくんですけど、今日はちょっとシューズの話をしていくんですけど、皆さんまあナイキだったりとかアディダスだったりとか、まあそれこそ僕が以前に慕われてると思うんですけど、インポートのブランドのスニーカーを紹介したりとかってしたこともあると思うんですけど、比較的こうスタイリングに落とし込みやすいものをやっぱ皆さん履かれると思うんですよね。デザイン的にも海外のハイブランドってデザイン重視ものすごいしてるブランドってやっぱたくさん多くあると思うんですよ。その中でものすごいこうファッション上級者みたいな人だったら全然いいと思うんですけど、もう僕もそうですけど、そこまでなんかファッションのコーディネート力とかそういうのがすごく強くない一般の人って、これってどうやったら一番かっこよく見せられるんだろうって分かんないアイテムって結構あると思うんですよね。特にハイブランの中ではスニーカーで、でちょっと思ったんですけど、今回はこれって合わせるのが難しいんじゃないかって思うハイブランのスニーカーをちょっと出していこうかなと思います。決してディスってるわけとかじゃなくって、単純に僕のコーディネート力がもちろん低いのかもしれないですし、知識的に足りてないだけかもしれないんですけど、単純に僕から見てこれものすっげー難しくねって思うアイテムを出していこうかなと思います。まあ結構くだらない動画なんですけど、まあスニーカー3点ぐらい紹介していくんですけど、あの商品を紹介していくっていうよりはどっちかっていうとこれってすごく難しくないかなっていう話をしていくっていう動画ですね。だから豆腐系の動画なんですよね。風変わりなちょっと豆腐系の動画っていう感じでやっていこうかなと思います。で1点目になんかすっげえ難しいなって思ったのがこちらになります。フェンディの、まあ、モンスター柄って言えばいいのかな、まあ結構人気のあるモデルなんですけどのスリッポンなんですけど、これも10万ぐらいするんだと思うんですけど、これって難しくないですか。これだけ見れば別になんてことなくは見えると思うんですけど、これをかっこよくコーディネートするってなったらすごく難しくないですか。僕もこれだけ見るとかっこいいなって常々思ってるんですよ。このフェンディのスリッポンって、これのパーカーとかもありましたけど、いやこれをやばいこの人すごいおしゃれみたいな風にコーディネートするのってすげえなんか難しいなって思うんですよね。逆にこの値段を払って買ってその合わせる難しさの難易度っていうのがまたちょっとより一層難しいなっていう風に僕思ってて、なんでこの動画をやろうかと思ったかっていうと、単純にいろんなスニーカー探したり、まあ、ハイブランスニーカーとかもネットで見てて、自分でコーディネートを考えながらこの画像を見たりとかしてて難しいなって、特に難しいなって思うも今動画にしてるんですけど、これって単純なようですごい難しいないですか。人気あるけどみんなどうやってこう履いたりとかしてんのかなと思って、難しいんじゃないかなって思うんですよね。 これに関しては、まあ、本当になんてことない動画なんですけど、このフェンディのとかもなんかまあ外しで使うのが正解なんでしょうけど、外しすぎちゃう感じがするんですげえ難しいなっていう風に思いますね。なんかいろんな頭でコーディネートいろいろ考えてみたんですけど、なんか外れすぎちゃって難しいっていう風に思った一品ですね。結構今日はくだらない動画のこの展開をやっていくんですけど、あと2方これをこのくだりをやるんですけど、ちょっとそこはご了承ください。いや本当にね難しいんですよ。これを本当に履きこなしたら本当にかっこいいんだろうなって僕思うんですけど、言ったら一般で履くのって本当難しいなっていう風に思って今回この動画にしてるんですよね。で次はこちらになります。まあ有名ですよね、クリスチャン・ルブタンのスニーカーなんですけど、これもすっげえ難しくないですか。赤いだけだったらまあなんとかなると思うんですけど、このスタッツがあることによってあのコーディネートが一気に難しくなるイメージですよね。まあルブタンで言えばね、有名 YouTuber のねラファエルさんが履いてらっしゃいますけど、ああやって映像として履かれるとかだったらなんかわかるんですよね。まあ衣装だったりとかそういうんだったらなんかわかるんですけど、本当の私服、ただのプライベートの私服のスタイリングって考えた時にルブタンのスニーカーってすげえ難しいなって思って、まあ、僕ちょっと飾るのには欲しいなと思うんですけど、履くってなったらすっげー難しいなって思いますね。まあ、あんま都内とか行っても履いてる人見たことないっていうのもあるんですけど、ルブタのスニーカーとかって値段もやばい高いじゃないですか。まあこれで多分20万オーバーだと思うんで、なかなか難しいっすよね。癖がいかんせん強すぎるっていうか、
なんかどうやってコーディネートしてもなんかあんま全然イメージこれも上がらなかったなっていう。ルブタのスニーカーのそのスタッツ系は全般的に難しいなって印象ですよね。あとまあ余談でどうでもいいんですけど、これ間違って裸足で踏んだら絶対怪我するなっていう風に思ってるんで、なんかそういう面でも難しいなっていう風に思ってる次第なんですけど、でもルブタンで人気はあるじゃないですか、ものすごく。だからなんか皆さんどうやって履かれてるのかなと思って、すげえ気になるところではありますね。モノトーンのコーデで合わせてもなんかこいつが癖強すぎて、なんかあんまなんか浮きすぎちゃう感じするし、普通になんかインディゴ系のデニムと合わせてもなんかちょっと品のない感じになっちゃう感じするし、なんか難しいっすよね。このスニーカーもこのスニーカーで、フェンディも難しいと思ったけど、ルブタンもなかなかやべえなっていう風に思いますね。まあなんか高そうだなっていう見た目はしますけど、これを見てて高そうだなとは思うんですけど、コーディネートに落とし込むってなるとすげえ難しいアイテムだなっていう風に思いますね。で次が最後なんですけど、最後はこちらになります。ジュゼッペ・ザノッティのハイカットスニーカーなんですけど、まあスニーカーとか、まあ、靴をメインでやってるハイブランドなんですよ。知らない方も結構いらっしゃると思うんですけど、結構銀座シックスに入ったりとか表サンドヒルズとか高級なものを扱ってるところによく入ってるブランドなんですけど、まあ海外セレブとかが履いてるみたいなブランドなんですけど、まあ、ざっくり言うとブランド紹介じゃないんでそんな説明はしないんですけど、これとかもすげえ難しくないですか。一歩間違えばものすごい安いスニーカーみたいな。まずこのメタルの部分ですよね。そのこのメタルがあるゆえにさらに難しくしてるイメージがあって、ザノッティのスニーカーって全般的に癖強くて難しいなって結構いつも思うんですよね。これも3-4万だと思うんです、定価で言えばすると思うんですけど、すげえ難しいですね。履きこなせたら本当かっこいいと思うんですけど、こういう系の、まあ、今3点紹介してきたじゃないですか。スニーカーって世に出回ってて人気もあるし、まあ売れてるから出てるんだと思うんですけど、どういう人が履いてんのかなと思って結構気になって動画回したんですけど、結構有名 YouTuber さんとかが動画上で履いてる人は多分いると思うんですよ。ザノッティにしろフェンディにしろルブタンにしろ、だからそれって動画上の話じゃないですか、まあ、ある意味衣装みたいなところあると思うんですけど、私服で単純にこれ履きこなせるかって結構難しいですよね。例えばファッション YouTuber ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、の人が例えばこういうの合わせて履いてるって人あんまいないと思うんですよね。なのでなんかコーディネートに落とし込むのって結構難しいのかなっていうふうに思うんすよね。実際ね、ザノッティのスニーカーこうでしましたとか、例えばフェンディのこうでしましたとか、ルブタンこうでしましたってファッション YouTuber の方ってほぼいないと思うんですよ。少なくとも僕が見た中では、そういうファッションでやってる YouTuber でやってる人ってあんま見たことないんで、難しいなと思って画像を出したんですけど、まあ、この3点が特に僕の中でグッときたスニーカーたちなんですよね。グッときたって言っても難しいって意味でグッときたなんですけど、まあ、ザノッティはまあなんかまだこうでできそうですけど、前者2つは結構難しいイメージですね。特にルフタンかな、難しいと思ったのは。いや難しいと思ってんならそんな紹介しないがいいじゃんっていう思うんですけど、まあハイブラにはすごいなんかもう合わせるのすらもう難しい、値段だけじゃなくって合わせることすら敷居が高いものって結構あるっていう話を、まあ、したかっただけなんですけど、他にもねハイブランドって結構難しいアイテム多いと思うんですよね。時代が違ければね、バレンシアガのトリプルSって、まあ、すごい一世を風靡したじゃないですか。ダットシューズ、まあ、ダットスニーカー一世を風靡したっすけど、あれも時代が違う時に出てればとてつもなく合わせづらい難しいスニーカーだったと思うんですよね。時代のブーム的になんかあれはなんか普通に使えるみたいなアイテムでしたけど、ブーツとかが流行ってる時代だったりとか、そういう時代に出てきてたらなんか難しいスニーカーだったと思うんですよね。まあその時代を考えて、まあそのもちろん販売とかの展開をしてるんでしょうけど、まあ今日紹介した、まあ、フェンディはちょっとともかくとして、ルブタンとかザノッティとかって常々結構こういうテイストでやってるんで、本当になんかどういう人が履いてんのかなと思って、なんか外人が履くとかっこいいのは分かるんですけど、日本人が履いてるイメージが全然湧かなくって、なんか外人さんが履いててかっけえなっていう写真とか見たりするんですけど、日本人が履いてるイメージ全然なくって、まあルブタンはそのラファエルさんが履いてらっしゃるんで、まあなんとなくあ履くとこういう感じなんだみたいな方が分かるんですけど、なんか合わせるの難しいなっていう風に思いますね。動画のあれとしては、あのこういうのなんかコーディネートにうまく踏み込めるようになったら本当におしゃれに見えるんじゃないかっていう動画ですね。僕はまあまだその段階に至ってないですね。ちょっとこれを持って
例えばもらったりとか持っててもなんか使いこなせる自信全くないんで、なんかこの辺に飾っとくだけみたいな感じになりそうな感じしますけど、結構ハイブラってそういうの多いなっていう印象ですね。まあそういう動画なんですけど、今日は別になんか内容的には大したあれじゃないんですけど、逆になんかなんだろう、ちょっと挑戦してみたいなって思う人いたらぜひなんか挑戦してみて、こういうのでコーディネートに頭悩ましてなんかコーディネートを楽しんでもらうっていうのも面白いのかなっていうふうに思いました。僕も結構コーディネート考えて楽しかったんで、久々にこれが買うか買わないかしたらまあちょっと難しいですけど、あのコーディネートをなんか頭でこう連想するのは結構楽しかったんで、自分のコーデをちょっと引き立てるみたいな意味で、まあもちろん購入してもいいと思いますし、なんかコーデをちょっと考えてみたりとかしても面白いんじゃないかなと思って、今回はこの動画を回しました。まあ別に内容ないんですけど、まあちょっとした娯楽みたいな感じで見てもらえればっていうふうに思って今回これを作りました。こんな感じで今回これで終わりにするんですけど、まあこんな感じで結構ハイブラとかだとこういう難しいアイテムって結構あったりするんですけど、もしなんか癖がすげえ強いものが欲しいとか、なんかそういうのがある人いたら、こういうものをなんか取り込んでても面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。で今回これで終わろうかなと思います。でいつもお願いしてるんですけど、グッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回これで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you.